よいかお立ち合い。拙者軍中高ガマの油を売りつけるようなケチな男ではない。野芝居役の手では絶対にないぞ。しか何をもってなりわいとするか、すなわちこれだ。今日は綿口の名将国安が聖徳元年、この頃隅田川を境とする本所深川地区は江戸五府街地と呼ばれ、南北町奉行の支配地ではなかった。新大橋永泰橋が作られ、堀川が縦横に掘られるに及んで、諸国の出稼ぎ人たちが集まり、江戸の下町として急速に発展した土地柄である。どうもありがとうございました。北さん。先生、あら、今日はもうおしまいですか。ああ、今日は稼いだぞ。これだけ稼げ、明日の米代には十分だ。それに甘酒でしょ。あ、そう、甘酒、あのな、どんぶりな大盛り。はいはい。おきぬちゃん、はい、甘酒お願いね。中傷やられてますね。素人じゃねえ、商売人の仕事だな。おきた、おめえ下手人の名前知ってんだって。いいえ、存じません。おめえが名前を呼びながら追いかけたって言うじゃねえか。誰が言いました。誰がってよ。それは何かの間違いでございます。私は下手人の名前など存じません。そんなことでは人をつけることができやしませんよ。余計なことを申すな。どこへ行くつもりだ。この格好見てわかりません。お葬式ですよ、沢井先生の。葬式？何者だあいつら。沢井先生のお友達ですよ。よく来てましたよ、4人とも。失礼ですが、身寄りの方は。身寄りはおらん。お一人も。そうだ、一人も。いや、国元には妻子がおるが。よせ、つまらんこと言うな。女はどうした。今ここに来た女は。Thank you.
あ、お嬢さん。お父っつぁんは？はい、今留守でございます。先月から甲府の方の湯治場へ。そう、先月から。どうしました？こちらじゃいつも大噂申し上げているんでございますよ。お北はどうしている？お北はどうしてこのところ顔を見せないんだって。彦蔵って男がいたね。彦蔵、昔うちでブラブラしていたじゃないか、仕事もしないで。あの彦蔵でございますか。まだいるのか？いえ、三月ほど前にブラッと出て行ったっきり、そのままで。辰吉さん、あの男は殺し屋だったのかい？さあ、私は何も存じません。旦那がどこからか拾ってきた男だとは聞いております。おや、珍しい人が来ている。どうした風の吹き回しなんだろう。雨でも降らなきゃいいけど。そう、血の雨でも降らなきゃいいけど。おや、立派なご挨拶だ。私もこんないい娘を持って幸せですよ。辰吉ちゃん、お父ちゃんによろしく。なんだい、金でも借りに来たのかい？いいえ。まったく気に入らない女だわね。いくらなさぬ仲だって、仮にも私あの子の母親だよ。バカ野郎、女一人を生きれないで深川奉行は務まると思ってんのか。目ん玉いくつあんだ、目ん玉。いや、あんたそう言うけどね、起きたってのは相当のしたたか女ですよ。奉行所の人間にも感情は一問だって負けやしねえからね。それとこれはどういう関係にあるんですかよ。関係はない。いいじゃねえか、女をつけるってのは難しいよ。俺なんか一度もうまくいった試しがねえよ。女の方で気づいちゃうんだよな。色男には難しい仕事だ。それじゃあ奉行、なんか私ならうまくいくって言うんですか？実にうまそうな顔してる。おんや、なぜ沖田を捕まえて牢にぶち込まんのですか。奴が下手人を知ってることは確かなんですよ。沖根って子ははっきりと言ってるじゃないですか。そうです、私もそう思います。これが北町でしたらすぐにしょっぴいて拷問にかける。だからろくな仕事はできねえんだ。沖田って女はな、一筋縄で行く女じゃねえ。攻めりゃ攻めるほどサザエみてえに口をつぐんで鳴き声一つ大事やしねえ。だから尻尾つかむんだ、尻尾。尻尾？あの尻尾ってここのですか？そんなものあの女にあるんですか？あると思うよ。二の腕にな。まあ焦らず気長に張り込むんだ。行っていこう。南波屋の縁の下でも潜り込んで。縁の下？ああ、私は犬じゃありません。それじゃネズミだ。ネズミになって天井裏へ張り込むか。面白いもんだぜ、女を張るってな。行ってきます。お奉行、私もせがれの手助けに。手助けなら行かねえ方がいい。切り合いになるかもしれねえよ。え、切り合い？また難波屋ですか。もう私はね、もんがあの妙な女に引っかかって、ご老中稲葉越中の神様のご信頼を裏切るようなことになってはどうしようかと、そればっかり私は心配いたしております。なんちゅうてもあの親父は口が悪い親父でございますからね。分かってるよ、おとよ。ひょっとすると今度はお北に縄をかけることになるかもしれねえ。お縄を？ああ、思っただけでも胸が痛えや。ボン、
はい。お医者さん呼ばなくてもいいんですか？いいのよ。ちょっと疲れただけだから。お客さんが来たらね、丁寧にお断りするんだよ。明日は必ずお店開けますからって。はい。嫌な番だね。拾ってと何かい。殺された佐賀ってのは元身分犯。おいよ、下野身分犯。鳥居丹波の神左万石の藩主。あ、それが何だって大道芸人に落ちぶれちまったんだよ。ほら、わからねえ。いくら女子長屋だって、そんなことまで聞けねえよ。なあ、おそういうことを聞かねえのが北川もの神器ってんだ。な、おいよ。おい、北川ってだな、人間の吹き溜まりよ。誰がどこで何をしたか、そんなことはね、どうだっていいんだよ。うん、早い話がだ。おめえがどこの何者か、あんなからだ。おめえも気にしやしねえ。そう、たとえおめえが深川奉行だとしてもだ。へっ、幅がいならば知ってな。行くとしてね。そりゃそうだ。それが深川のいいところだな。行ってこ。悪いね。話が分かんない。いらっしゃい。お、こんにゃ。帰ったらまだ帰ってこないんですか。大丈夫だよ、まだ死んじゃいねえよ。よし、おぶにょ。まあいい、帰る、大丈夫だよ。失敗するな。さあ、いってこ。どけて、リードホイ。俺はあいつを切る。切る？沢井は奴に殺されたんだ。奴が雇った殺し屋に。奴は今度江戸家老に出世した。国元であれだけ百姓領民を苦しめながら、上の奴らはまだ奴の正体に気づいていないんだ。俺たちがやったことは一体何だ。俺たちが命を懸けてやったことは一体何になったんだ。バカめ。反省改革の意見書も連判状も全てが黙殺された。命を懸け脱藩を閉じてまで戦ったが、あの男の前には全てが徒労に終わった。俺たちは負けた。負けて江戸に逃げてきた。そして一度昔の情熱も失った。だが奴は忘れなかった。俺たちのことを執念深く追い詰めてきた。俺はあの男を斬る。身分藩江戸家老王の宗忠を斬る。よし、俺もやる。私もやります。いや待て、今度だけは俺に任せてくれ。俺が倒れたらその時はお主たちが必ず俺の後を頼むぞ。私は嫌だ。何？私はまだ死にたくない。殺されるのは嫌だ。やるんならあなた方だけで勝手にやってください。待てなきゃな。どけ、卑怯者め。ガッ。負けろ。どうした。おい、死ねしろ。負けろ。あれが言ったぞ。負けろ！負けろ！そいつまで待たせるだよ。深川奉行所は舐められてんですよ。北町ならこのような粗略な扱い方はされません。本暮れにはちゃんと大名屋敷から挨拶に来ますからね。道警用人高野十兵衛でござる。用向きはな、先ほど通した通りだが、身分藩にいた沢井軍兵衛と牧原清三郎の両名について伺いたいのだが。当家にはさようなものはおりません。何？いや、去年の夏脱藩したらしいが。脱藩すれば当家とは一切関わりはございません。いいかおめえさん、事情はどうあろうとな、あんたたち藩の禄を食らった男がこの深川で二人も殺されたんだ。俺たち深川奉行所はな、
ほっとくわけにはいかんのだよ。大体ね、あんたたちちっとも気にならないんですか。何と申されようと、当藩の預かり知らぬこと、お引き取りいただきたい。いやー、ご苦労ご苦労。ご苦労？このクソ屋敷、おめえよくこういうとこよく勤めてるよ、本当に。ほっとけ。ほっとけ。なんだ本田さん、本田さん。お奉行。どうしたい、ちったこれになったかい。とんでもない、お茶一杯出しませんよ。田舎大名にしちゃいい度胸だ。こういう時は大抵五内分にとかなんとか銭の二三両も包んで出すもんだ。何だあいつら。大方百姓でしょ、身分藩の。どうもくせえな。この屋敷は嫌な匂いがする。ちょっとほこりを叩き出しゃいい小遣いになるかもしれねえよ。なりますか本当に。うまくいきゃ200か300。俺ならまずあの門番を誘い出す。あいつら大方は渡り中年だ。口が軽い。酒飲まして女抱かして。ねえお役人さん、昼間から酒飲むってね、いい気分だね。え私はもうね、すっかりいい気持ちになっちゃった。言っちゃなんだけどね、お役人さんにゴチになんな。私は生まれてずっとこの方初めてだよ。あんな父上。やらないか。お邪魔いたします。さあ人間は長生きし、今日はずいぶん早いんですね。仕事だ仕事。あら、お仕事ですか。そうだよ。ちょっと待ってね。いい女だな。おいおい、あれが俺に抱かせる人女。いい加減しろこの野郎。客はいるのか。本田さんと皆川さんです。二人だけか。うん、お前一人だけだな、苦労してんのは。頼むぞ。旦那。旦那。こいつは一体何の真似です。犬だ。犬、うん、犬犬って言ったの。ワンワン。そうそう、わしの可愛がってるね。チンだよ、チン。はい、お、はい、チン。ちょっと、わしやるぞ。わ、わ、わ、出ておいで。わ、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 わ。なんじゃ、身分藩がどうしたんじゃ。身分藩の最近の内情を伺いに参りました。わしがいちいちそんなことまで知るか。隠密方の報告書が届いているはず。まずいぞ三浦藩は。何故。あそこの奥方は将軍家のご削除じゃ。いやもうわしは忙しい忙しい。貴様などの相手をしておれんのじゃ。それからの、あの書類を見ちゃいかんぞ。いいか、見れば打ち首じゃ。
ぜ沢井先生を殺したんだ。あんないい人一体誰に頼まれて。沖田さん、私は殺し屋だ。お父っつぁんかい。お父っつぁんに頼まれたのかい。こいつを言っちゃいけねえのが殺し屋の決まりでしてね。それからもう一つ、殺しの現場を見た人には死んでいただく。こいつがこの家業の掟なんだ。あんたもいい度胸だね。私を殺したら後でどうなるか知らないわけじゃないだろ。やれるもんならやってごらんよ。我が奉行所だ。神妙にしろ。待て。彦蔵ってのはおめえかい。そろそろ現れる頃だと網張ってた。奉行所まで堂々してくんな。神妙にしろ。いいか、沖田。もう三人の男が死んでるんだ。男だけじゃねえ。今夜はおめえも危なかったんだ。そのおめえが、なんだって殺し屋の彦蔵をかばうんだ。彦蔵は誰が雇ってんだ。知りませんよ、そんなこと。知らねえじゃ済まねえんだい。ほっときゃまだまだ殺しが起きる。殺し屋は彦蔵一人じゃねえんだ。それでもてめえ、知らねえと言い切るのか。沖田さん。五条春もいい加減にしたらどうだ。お奉行はお前さんの味方なんだ。力になろうとおっしゃってる。何もかも打ち明けた方がお前さんの身のためだと思うがね。お奉行、おきたことの牢へぶち込んどけ。牢へ。船手奉行向かい証言だ。どう。どうだい、牢内の住み心地は。向井様。心配するな、すぐ出してやる。と言いたいところだが、相手が深川奉行所では俺も手出しができん。まあ、二三日辛抱するんだな。いや、うちの坊、早う目が覚めてくれはってほっといたしました。もう私がちょっと目離したらそうしょうもない女に引っかかりましてね。音よ。もうほんと、ごゆっくり。女運があんまり良くないようだな。まったく。いや、ところで沖田はまだ話せねえ。誰がそんなこと頼んだ。要件はそれじゃねえのかい。とんでもない、酒だよ。酒？久々に一献差し上げようと思ってな。おごるってのかい。まあな。やめとこう。おめえさんに飲まされて後のよかった試しがねえや。お奉行！ほら来やがった。お奉行、また路人殺しです。場所は畳部の浪人か。今夜はどうあっても付き合ってもらわなくちゃならねえな。気に入らねえな。何がね。帰ろうにも海の上だ。ここまで来たらしょうがねえ。船手組の俺に任しとけ。
でございます。島屋、名前ぐらいは聞いてるだろう。江戸の裏稼業を取り仕切る元締めの一人だ。梅さんか。今夜の思考の張本人は一体何の真似だい。何で俺を誘い出したんだい。娘を話していただきたいのでございます。娘？はい。島屋宇兵衛の娘が今深川奉行所の牢に放り込まれてるんだよ。つくちゃん、起きたの？この宇兵衛が起きたの父親だ。もし断ったら。失礼ながらこの海に消えていただきます。笑っちゃいけねえよ。おめえさんがどんな大物か知らねえが、こちとらも破れかぶれの深川奉行だ。深川の海でダボハゼの餌になるわけにはいかねえんだよ。人を舐めるのもいい加減にしてもらいて。島屋と船手組はグロってわけかい。いや、船手組にこれだけの力はない。すべて島屋の息のかかった船だ。島屋。はい。おめさんの娘はなぜ吐かねえんだ。なぜ彦蔵を知らねえなんて知ら切るんだ。彦蔵を雇ったのはこの私だと思い込んでいるからでございます。親の私をかばって知らぬ存ぜぬと押し通すつもりでございましょう。バカな娘でございます。じゃあ誰だい。誰が殺しの張本人だ。今そこへご案内いたします。あれが壬生藩の浪人殺しを請け負った葛西の万吉という男でございます。頼み人もおっつけこれへ参るはずで。こちらでございます。さあどうぞどうぞ。お平らに。終わったか。はい。田辺も仕留めたか。今頃は深川の埋め立ての片隅で冷たくなっているはずでございます。そうか。4人とも片付いたか。約束の金だ。確かに
言うまでもないだろうが、この金は身分藩の金だ。万一この秘密が漏れたら貴様の命はないぞ。ご同様にあなた様のお命も。お奉行、おめえも見かけによらねえ古風な女だな。島や右兵は誰もやっちゃいねえんだよ。殺しちゃいねえんだよ。本当ですか？右兵ははっきり言いやがった。今でも人は殺すが金じゃ動かねえ。殺すな人のためにならねえウジ虫だけだってさ。娘が娘なら親父も親父、大した親子だ。ボン、あの女ほんまに解き放しなんですか？ああ無罪放免だ。嘘。嘘？話したと見せかけて泳がせといて、それで影の大物を釣り上げようとする。それがボンの魂胆なんでしょ。もう釣り上げたよ。は？さっき俺を見つめた沖田の色っぽい目つき、ブラブラっときたよ。やらしな、ボン。お奉行。なんだ？今は下屋敷において先日の百姓3名が処刑される模様です。例の百姓か？は。罪状は何だ？暴露町の代官屋敷に年貢軽減の直訴をしたという噂なんです。例の門番から聞き込んだんですが。そうか、駆け込み訴えだ。こいつは一応天下のご法度、ゆすったところで銭にならねえな。ボン、あんた何言ってはりますね。そんなね、罪とがもないお役所さんを見殺しにするような、あんた、そんな人なんですか？わかったよ。ほんだ。おめえ、もっと面白い銭になりそうな話じゃねえのかい。目ん玉いくつついてんだ、いくつ。お奉行。また貴様か。なんだ人の寝入り花を正しい面白って。身分藩の内情、もはや一刻も放置できません。いや、いかんいかんいかん。身分には手をつけんなと申しておいたはずじゃ。これは異なこと。隠密方の探索によれば、積年の悪政、民百姓の恨みの声、村々に満ち、藩政改革を訴える藩士は次々と処刑または追放。領主丹波の神、また生来暗愚にして幽湯三昧、また家老重役ことごとく死に私欲に走り、これを放置するや必ず百姓決起して領内大乱に至らんとありまするが、これでも捨て置けと申されるか。どこじゃった？身分の下屋敷は本庄横川端。今夜あたり家老の大野宗忠が下屋敷に参っておるはずじゃ。いや、こいつがなかなかのくせもんでな。いや、わしは知らん。何も知らんぞ。天下の老中がことにまでいちいちかまっちゃおれんのだ。Thank you.
町に噛みつくかまた分からんような連中だ。丸岡、もっとも貴様もかつてはその一人だったがな。恐れ入ります。いやいや、それでよい、それでよいのじゃ今時青臭い正義など通用するような世の中ではないのじゃ。それに早く気がついた貴様の勝ちだご家老、うん、約束通り殿に帰参のお取りなし。丸岡、あ、貴様も一度はわしに背いた男だ。このまま素直に帰参を認めては藩士に対して示しはつかぬ。もう一つここで証を立ててもらおうか。証を？こやつら藩士に背き御用屋敷に直訴に及んだ。直訴は天下のご法度、許すわけにはいかん。丸岡、この三名を切れ。ご家老、なかなか見上げた度胸だ。何者だ、名を名乗れ。名乗るほどのものじゃねえ。香川奉行。てめえも哀れな野郎だぜ。我が身可愛いばっかりに仲間の命を売りやがってクズだ。てめえはクズの人間だ。バカ者、ここは上様より拝領の地、身分藩の藩内だ。深川奉行の分際で不埒な真似は許さんぞ。やがましいこの野郎。一滴の涙も一滴の血も流さねえのが天下を預かる者のご政道だ。だがしかし相手によっちゃ情け容赦できねえんだ。てめえは叩き切ってやる。Thank you.
来た。俺はおめえの親父には肝潰したぜ。まあ、何でしょうか。江戸の顔役ってのは大したもんだ。ひょっとするとご老中だって歯が立たねえかもしれねえぞ。まさか。なあ、おきた。たまにはお父っつぁんとこへも顔出してやんなよ。江戸一番の顔役も一人娘にそっぽ向かれて寂しそうだったぜ。お湯加減いかがですか。はい、湯だ。ここの風呂が一番だよ。ああ、いい気持ちだ。俺んとこの風呂はな、必ずあのばあさんがずうずうしく入ってきやがってよ、人の背中洗濯でもするようにゴシ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 、それがまたバカの力ときてやるから痛えのなんのったってよ、たまっとんじゃねえよ。おめえもでも力があるな。痛え。おめえもうちのばあさんと変わりねえな、おい。嵐の海に消えた人足たちの命。この家の家を潰すつもりか、源太郎。御様殿や小太郎のことを考えろ。浪人暮らしはつらいぞ。避けられぬ武士の掟の中で苦悩する男。いくら言った奉行でも紀州様を相手にことは構えまいと存じますが。妙な道楽は困ります。天下の法を犯し、そのおもちゃを手に入れるために船人足十人の命を闇に消してるんだね。権力を傘に来た馬鹿殿の横暴に紀州家砲撃の時は来た。紀州藩を砲撃せよにご期待ください。